大学の一覧表みたいなやつあるじゃないですか。それでその九州がいいなと思って、沖縄から出るとしたら、1年の頃はその基礎学習でそのソフト系とハード系、電気系両方を勉強するんで、その電気系を勉強してる時に、自分はそのプログラミングとかよりも電気系の方向いてるなって、今ここにいます。ワイヤレス充電の研究をしています。最近ではスマートフォンなども置くだけで充電ができたりしていますが、それを電気自動車などにも応用させて、駐車場に車を停めただけでも充電ができるようなシステムを企業さんと共同研究しています。その電気系の、そのゼミの中でも、その西島先生のところはそのエネルギーの変換の部分なんですね。エネルギーの分野の方がその幅広く出られるかなと思って、エネルギー関係や特殊無線の資格も取れたんで、その通信関係の仕事ができたらいいなと考えています。高校生のうちにやりたいことが決まってなくても、工場大学に入学したら、先生方が全力で自分のやりたいことをサポートしてくれるので、とてもいい環境です。